ムーアゲート駅。ムーアゲート駅は、イギリスのロンドン都心部にある、ロンドン地下鉄の列車及びナショナルレールブランドを使用する列車が発着する駅である。シティオブロンドンの北にある地下駅である。ロンドン地下鉄の駅は、ノーザン線のシティ線、及びサークル線、ハマースミス&シティ線、メトロポリタン線が発着する。ノーザン線は地下深くにあり、それ以外の3路線は掘り割りに、ホームがある。ナショナルレールの列車はいずれもが運行する。ハートフォードノース、ウェディンガーデンシティ、スティーブニッジ、及びレッチワースからイーストコースト本線を経由してくる、高列車の終着駅であり、こちらは地下深くにホームがある。かつては、この駅はムーアゲートストリートという駅名であったこともある。1975年に46人の死者と74人の負傷者を出したの現場である。2005年にロンドン同時爆破テロ事件により、ムーアゲート駅、アルドゲート駅間の路線が運行を見合わせた際には、ムーアゲート駅は一時的にメトロポリタン線の終点となった。サークル線、ハマースミス&シティ線、メトロポリタン線上にある駅である。サークル線、ハマースミス&シティ線、メトロポリタン線ホームである 1.2 番線。通り抜け可能な構造及び 3.4 番線、投炭式ホームを使っている。2012年からメトロポリタン線の車両が変わり、リバプールストリート方面の一番前のドアが締め切り状態になっている。地下鉄路線は標準的なロンドン地下鉄の4線機乗方式による電化がされている。駅の掘り割り部分は1865年12月にメトロポリタン鉄道により、パディントン駅ファリンドン駅間の初期区間からの最初の延伸区間として開業された。1960年代に駅は建て替えられ、またホームが6番線までに広げられた。現在テムズリンクとなっている路線は、かつてはロンドン中部、ロンドンミドラッドリージョン、LMR、現在の方面とロンドン東部方面、イースタンリージョン、ER、ヨークロードカーブ、ホテルカーブを経由し、キングスクロス駅のイーストコースト本線に接続の両方に向かう路線であった。1975年にノーザンシティ線がイギリス国鉄に移管されて ER 方面へ接続した際に ER への連絡線は廃止され、このホームは LMR 方面の列車専用となった。この時までは4つの投炭式ホームすべてがイギリス国鉄運行列車により使用されていた。このルートのイギリス国鉄の列車運行は、もともとは蒸気機関車により運行され、その後に1970年代中期まで、クラベンス製のディーゼルカー及び、クラス 31S 客車により運行された。LMR の列車運行は1979年頃に、一旦中止されたが、クラス317ベドパンが導入された1983年頃に再開された。ノーザン線のホームは1900年2月にシティ&サウスロンドン鉄道 C&SLR によりムーアゲートストリート駅としてテムズ川の南のから路線の北の終点として開業した。この路線は翌年さらに北のエンジェル駅へと延伸された。初代の C&SLR の駅舎は、ムーアゲートの西側に残り、駅の上のオフィスはこの鉄道の本部として建設された。これらの列車は、現在の 7.8 番線に発着する。このホームのすぐ上には、ナショナルレールノーザンシティ線ホームの 9.10 番線があり、現在は、ファーストキャピタルコネクトにより運行されている。かつては、ウェスタングリアグレートノーザンにより運行。ノーザンシティ線のホームは、1904年2月に、グレート、ノーザン&シティ鉄道、GN&CR が、フィンズベリーパーク駅まで運行するために開業した。GN&CR による当初の想定は、本線の列車を、フィンズベリーパークのグレート、ノーザン鉄道のホームから直接シティに乗り入れさせることであり、そのためトンネルは、本線の列車を収容可能な小道で建設された。1934年から1975年までは、ノーザンシティ線は、地下鉄ノーザン線のシティオアハイベリー支線として運行されていた。1975年にノーザンシティ線がロンドン地下鉄からイギリス国鉄へ移管され、イーストコースト本線へ直通運転、ムーアゲート駅からワイデンドラインズ及びヨークロードカーブ、ホテカーブを経由してイーストコースト本線の郊外の駅へ運行が開始された。1975年2月28日、ノーザンシティ線の移管直前に南行きの列車がホームをオーバーランしてトンネルの壁に衝突し43人の死者が出る平時では地下鉄の歴史で2番目大きな惨事が起きた。安全性の改良はそれ以来ムーアゲートコントロールとして知られる序論を含んでいるを参照。ナショナルレールの発車案内板では以前のテムズリンク列車の略号はマグであり、以前のワガン列車の略号は ZMG である。両方がそれぞれの列車の完全な発車案内板を表示する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。